はい、皆さんこんにちは。今回の動画はですね、自分の大好きな俳優のザック・エフロンの生活を24時間真似していこうと思います。で、彼の映画の一つにベイウォッチっていう映画があるんですけど、その時の体がもうものすごくて、で、その役作りのために相当なダイエットとトレーニングを積んで、その体を手に入れたっていうことだったので、今回の動画はですね、もう24時間ザック・エフロンと同じ食事、同じ生活、同じトレーニング、全部同じ1日でやっていきたいと思います。こういうなんか人の生活を真似してみるっていうのが初めてなので、まあどうなるかちょっとわからないんですけど、もう明日の朝一番から同じ行動をとっていこうと思いますので、ではそれではまた明日の朝に会いましょう。時刻は4時半となっております。マジザックエフロン朝早すぎ。では今日は一日ザックエフロンと同じ生活を送っていきたいと思います。はい、それではですね、今から一食目を作っていきたいと思います。もう今日は本当にザックエフロンと同じ食事で一日を通してやっていくタイム。今日一日を通してもザックエフロンと同じ食事をやっていきたいと思いますので、あとね、まだルームメイトたちは寝ているので、ちょっと静かにやっていきたいと思います。はい、今一食目が食べ終わりました。まあなんかね、感覚的に言うとあの量食べたけどお腹がね膨れてるっていう感じがあんまないっていうか、やっぱあのご飯とかパンとか炭水化物食べた時の方がお腹は膨れてる。でも今回はなんかそこまでお腹いっぱいっていう感じではなかったですね。パッと見皿に乗ってんのとか量多いなって思ったんですけど、意外に食べれました。で、朝食の最後にですね、このアボカドちゃんを半分食べていきたいと。で、今食べた食事のマクロがですね、タンパク質が 66g、炭水化物 7g、脂質 25g となっております。本当にこのザックエフロンの食事は、タンパク質と脂質が、まあ、ちょっと高くなって、炭水化物がマジでない。一体この食事が自分の体にどんな感じに影響するんだろう。ここでですね、ちょっと、ガールフレンドの方にテキストしていきたいと思います。あ、これはね、自分の彼女じゃなくて、ベイウォッチのヒロイン役のアレクサンダ・ダダリオの方にザックとね恋仲になってるんで、ちょっとそちらの彼女の方にメッセージを朝一で送りたいと思います。はい、今からですね、朝のトレーニングの方に行っていきたいと思います。このトレーニングメニューもちゃんとザックエフロンと、同じやつを、このベイウォッチの役作りのためにザックエフロンがやってたトレーニングメニューをやっていきたいと思います。で、結構俳優さんとか役作りのために体作りっていうのはしてる人多かったりするんですけど、そのメニューを見るとたまに本当によくわかんないメニューとかしてる人とかいたり、なんか見たこともないようなやってたりするんですけど、ザックエフロンの場合はしっかりと普通にウェイトトレーニングみたいな重りを求めてやってるので、そのメニューを今日はちょっとやっていきたいと思います。で、今日は自分のウェイトの日は背中トレーニングの日なので、このザックエフロンがやってた背中トレーニングをやっていきたいと思います。で、メニューは重り付きの懸垂で、バーベルのデッドリフト、バーベルのローイング、バーベルのアームカール、ダンベルのハンマーカール、ダンベルドットマンカールっていう、まあ基本的に背中と二頭筋を鍛えていくメニューとなっておりますので、早速ジムに行ってやっていきましょう。はい、今トレーニング終わりました。てか待って、めっちゃ天気いいんだけど。見てこの快晴、すごい。なんかやっとこのカナダにも夏が来たなっていう感じで、住んでるところバンクーバーなんですけど、ちょっと前までほんとずっと雨が多いバンクーバーだけど、それがね6月の最初半ばぐらいまで続いてたから、本当にこういう晴れの日が少なくて、まあ、ザックエフロンのさっきやってたトレーニングはまあ基本的になんかベーシックな基本のトレーニングっていう感じで、特別なものとかあんまなかったんですけど、背中にはいいトレーニングができたので、まああれをずっと続けて食事もちゃんとしてれば、そりゃあんな体になるな
なっていうのは分かりますね、ほんと。で、これからですね、今ジム終わって、次のザックエフロンのメニューが、メニューっていうか予定が、タンニング、日焼けなんですよ。そのベイウォッチっていう映画が、海でのライフセーバーの話なんですね。だからもうみんなね、超こんがり焼けていい色なの。全然日焼けとかしてないので、ちょっとこれからタンニングをしていこうかなと思います。もうテンサロですね。で、この自分の家の近くに、めっちゃいいビーチあるんですよ。結構ね、ビーチが多くて、ここら辺は。有名な綺麗なビーチとかもあって、そのところに行ってがっつり焼いていこうかなと思います。あのザックエフロンの体になるためには何でもやるので。えぐい、最高な天気だね。着いたので、とりあえずここでがっつり焼いていきたいと思います。ザックエフロンになれるように。やばい、1時間ぐらいしかやってないのにめっちゃ肌痛くなってきた。超ヒリヒリする。一応あの日焼け用オイルとか塗って、そういうカバーとかしたんですけど、めっちゃ痛い。カナダのこっちの紫外線量が日本の7倍らしくて、もうすぐ焼けるんですよ。だからね、それもあってもめっちゃ痛い肌が。まあでもいい感じに焼けたので、日焼けもできて、次は家帰って2食目の方作っていきたいと思います。では2食目の料理へ行きましょう。はい、本日の2食目はですね、こちら、あ、グランドターキーっていう、まあ鶏のひき肉みたいなのと、あと野菜。今のところまだ今日1回も炭水化物っていうものを取ってないので、ご飯とかパンとか本当にタンパク質と、あとは脂質ちょっとみたいな感じの食事をしてるんですけど、すごいね。これなんか役作りのために、まあ食事メニューとかちょこちょこ買いながらだけど、3ヶ月とかもうみっちりこういう食事をしてたって言ってたんで、そりゃあんな体になるわ。ではいただきます。 With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms.もうね、超質素、特別なことは何もないって感じで、薬作り減量のためにこれ食べてるんだなっていう感じです。なんか筋肉つきそう、これのセット。はい、次のご飯がですね、サーモン丼になっておりまして、焼き鮭とで丼なんですけど、ご飯の部分がこちら全部サラダになっております。もう本当に質素、質素なものしか食べてない。よくこれでザックエフロンやっていけるよね。まあでもあの体を手に入れるにはこれをやっていかないといけないのか。でも鮭とかね、これ見た目うまそうなんですよ。うん、もうね、正直に言うと超想像通り。野菜とかも何も味付けしてないし、鮭も塩コショウかけただけなんですよ。鮭と野菜を食べてる感じ。カナダってこの鮭、サーモンがめちゃめちゃ有名な国なので、なんかこのね、サーモンがうまいね。はい、今食べ終わり。眩しい、眩しい。すごい日差し。こんな入ってたっけ、この部屋。先ほど食べ終わりまして、完食です。実際のこの感想、まあ、ここまで今食べてきて、やっぱりね、なんか物足りなさはあるんですよね。ダイエット食っていうか、こういう今もう丼のところが野菜になってるわけじゃないですか。だから、なんかね、食べても満たされないっていう。まあ多分その腹8分目、7分目ぐらいのがやっぱダイエットがいいのかなっていうのはあるんですけど、これをね、ずっと続けるのはね、結構辛い気がする。炭水化物食べないと元気が出ないっていうか、なんかいつもならこう、みなぎってるんですけど、今日はなんかもう、スーンって感じで、なんかクリーンなものを食べてるから、もう、スーン。って感じ。まあ元気なんですよ。その体調が悪いとかじゃないんですけど、中から溢れ出るものがないっていうか。今食べたマクロの方がですね、タンパク質 66g、 炭水化物2で、脂質が 25g。 いやね、まあこうなるよ。炭水化物全く取ってない、本当に。はい、お次はですね、2回目のトレーニングをやっていきたいと思います。で、今回やるトレーニングは主に腹筋なんですけど、ザックエフロンが腹筋をやるとき、結構ペアでやってることが多かったんですね。で、それも彼の YouTube チャンネルの方で、結構そういう腹筋トレーニングみたいなのやってるのがあったんですけど、それがペアなので、まあ今日自分一人しかいないっていうこともあるので、なのでちょっと自分がいつもやってる腹筋メニューで2回目のトレーニングやっていきたいと思います。で、腹筋はですね、こちら、ローラー、腹筋ローラーですね。これ、一択？なんか自分の中でいろいろ腹筋とかやってきたんですけど、なんだかんだこれが一番効く、辛いし一番なんか腹筋に入ってるなっていうのを感じるので、だから今日はこいつでいつも通りのちょっと腹筋をやっていきたいと思います。めっちゃきつい。アブローラって何回いくらやってもきついですよ。辛い。なんか普通の腹筋100回3セットってやるよりも8回1セットやるだけで
で全然来る。だいぶね、いい感じに腹筋もこのアップローラーのおかげでついてきて、あとはこの脂肪をちょっと削ればいいんじゃないかなって思いますね。それではまだまだやっていきましょう。きつすぎる。とりあえず2回目のトレーニング終わったので、次の食事へ行きましょう。はい、これからトレーニング後の食事を作っていきたいと思います。このね、食事めっちゃ楽しみにしてんの。それがじゃじゃーん、ステーキです。ダイエット中にステーキ食べれるってヤバくない？結構自分の中の好きな食べ物一番張るぐらいステーキって超好きなんですよ。肉の中でもステーキが一番好きで、でこうザックエフロンの食べてるものとかを調べてた時にステーキがあった時マジで大喜びしたの。ダイエットでステーキ食えんの？だからとりあえずこれ焼いてきます。よしよしよし、ついについにできました。じゃじゃん、ステーキ見える？焼けてる？やっと食べれるよ。今回の食事はこちら、ステーキ 170g に野菜、もうたったこれだけです。いや、もうね、今回に関しては炭水化物がなくても何でもいい。肉が食える、最高すぎる。ではうまい。このステーキ食えんなら全然いいね、ザックエフロンのダイエットは。今回の食事はですね、結構自分好みっていうか、もう誰でも好きなんじゃないかなっていうぐらいの、まあ、ステーキがあったんで、すごい満足です。もうお腹もいっぱいで、マクロの方がプロテイン 44g、 カーボ 2g、 脂質が 17g という感じになってます。相変わらず炭水化物は本当に少ないっていう感じで、でも今回のこの食事に関してはめちゃめちゃ満足。肉も食べれて、お腹も普通に満たされてるっていう感じなので。はい、皆さん、ついに最後の食事となりました。いや、今までずっとザックエフロンと同じメニューで食べて、ついに最後です。最後はですね、こちらグランドターキーと卵3つ、野菜ちょっと入れて、キノコとか入れてみました。全然うまいわ、普通に食べれる。でもやっぱね、なんか物足りないじゃないですけど、本当にカロリーの低いもので質素なものばっか食べてるから、やっぱね、なんかお腹が満たされないっていう感じがあるんですよ。でもすげえな、こういうのずっと続けてんだもんな。まあ朝から卵と胸肉食べて、で次はまたグランドターキーと野菜、次はなんだっけ、あ、あれか、サーモンとかステーキも食べたし、意外に結構食べてるんですよ、物としては。だからそこまで本当になんかもう少量のものをちょっとしか食べれないっていうわけでもなかったから、まだ全然いけますね、こういうのは。今日のザックエフロンチャレンジが全て終了いたしました。正直な感想、マジで米が食べたい。まあ綺麗なダイエット食っていう感じで、高タンパク質、高脂質、低炭水化物っていうメニューだったので、まあでもやっぱダイエットとかそういう絞るってなると、ああいう食事に自然となってくるんだなって感じで、いや、なんか結構こういうマッチョな人とかの食生活とかすごい気になるんですね。だからこれからもなんかいろんな人のダイエットとか食生活真似してみようかなって思って、それを動画に撮ってやっていこうかなと思いますので、もしこの人のこのマッチョの食生活ちょっとやってみてとか、そういうのありましたらぜひコメント欄の方でお願いします。まあそれを調べてちゃんとメニューとかトレーニングメニューっていうのがあれば挑戦したいと思うので、ぜひね、この人のやってっていうのありましたらぜひコメントでお願いします。では今日も動画見ていただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。